目先生、夏目先生。はい。参議院選挙って何なんですか？参議院選挙始まりましたね。6月22日から7月10日投票日で。はい。参議院選挙って衆議院選挙と違いわかる？わかりづらいです。わかんないです。じゃ衆議院か参議院、どっちが人数多いでしょう？衆議院だと思います。衆議院何人ぐらいいると思う？皆さんも答えてみて。280。衆議院は465です。参議院が245。2022年から248なので、議席としては参議院の方が少ないんやけど、衆議院の方が大臣とか多いんだよね。あの総理大臣も衆議院しか確かいなかったはず。はい、うん。で、衆議院選挙と参議院選挙の違いは、まず任期にも差があります。任期っていうのは、受かって当選してから、議員を務められるあの年数のことね。選挙が始まるまでの年数なんやけど、衆議院は何年でしょう？ちなみに6。衆議院6。4。解散がなければ4年。解散があったらそこで終わり。衆議院の任期は4年で、参議院は6年あります。で、6年で衆議院のあの選挙は3年ごとにあるんだよね。だから今年があるってことは3年前もあって、半数が変わっていくのよ、うん、それがまず衆議院と参議院の違い。参議院は受かったら6年間は保証されるっていうのがあります。あとは出馬できる年齢も違いがあります。さて、衆議院か参議院、何歳から出馬できると思いますか？衆議院は25。おお、よく知ってるやん。そんなに褒められる？はい、参議院は30。よう知ってんな。すごいや。そんな褒められる、うん、多分知らん人多いと思うで。そう、衆議院は25歳以上からやけど、参議院は30歳からしか出馬できません。前回の参議院選挙、秋は出たくても出れなかったっていうね、うん、はい、そんな感じでございます。じゃあ選挙権、選挙権は選挙に投票に行ける年齢は分かりますか？18以降じゃない？そう、はい、それは18歳から、はい、それは衆議院も参議院も18歳以降から選挙に行けるので、はい、まあ、私の視聴者あんまり若い人少ないんやけど、18歳から行けますので、ぜひ見てる方皆さん、あの国の大切な代表者を決める参議院選挙をぜひあの皆さん投票行ってみてください。ということで、あの参議院選挙は2枚ね書くところがあるんですけど、うん、何を書くか分かりますか？1枚目は政党名。違います。1枚目は何を書けるか、その候補してる人の名前。名前どういうこと？え、名前じゃない、名前って誰さんみたいな。だから自民、そういうことじゃないな。選挙区や。1枚目に書けるのは選挙区、誰が、例えば東京選挙区やったら、うん、生稲晃子さんとか、はい、朝日健太郎さんとか、海老沢さんとか、維新の会だったらね、うん、NHK 党の松田美樹さんもそうやし、あの山本太郎さんもかな、あと乙武さんとか、ちょっと他の候補者今パッと頭出てこへんかったけど、そういう人を東京に住んでる人やったら書くわけよ、誰か選んで。じゃあ2枚目で書くのは何やと思う？政党名。政党名でもいいんやけど、全国比例から出とる人の名前を書くのよ。あ、そう。まあでもちょっとな、この参議院選挙分かりづらいなと思うのは、全国比例の人はポスターとかが街のこうなんか公の掲示板に貼ってないから、誰が出とるかっていうのはすごい選挙とか政治詳しくないと分かりづらいなって思う部分があるのと、やっぱ投票行った時に政策が書いてあったりとかチラシとか置いといて欲しいよなと思う。じゃないと多分分からんやん。分からんね。1位って政治家のツイッター見てる人少ないと思うし、だからそこはちょっとなんか選挙管理員さんなのか 誰が管理するのか分かんないけど、ちょっともっとあの若者にも誰に投票したらいいか分かりやすくしたらいいなと思うよね。で、この比例の、さっき言った全国比例に出れるにはなんか条件があります。で、政治団体に所属する衆議院議員、参議院議員が5名以上あのいることな、と直近に行われた衆議院総選挙の小選挙区、または比例代表選出議員の選挙、あるいは参議院選挙で、まあとにかく 2% 以上取っとかなあかんのよ。前回の選挙で 2% を取ってないとダメな。てか、つまり100万票ぐらいな。うん、NHK 党が国政に行ったやん。あれはだいたい立花さんが確か100万票近く取ってたのよね。それで1議席取ったから今も候補として比例も出れるしってあるんやけど、そういう条件を満たしてないとそもそも比例代表選っていうのは出れません。なるほど。
で比例の有利なポイントは全国都道府県に全ての候補者を立てるとするやん。でその票を全てかき集めてそこの選挙区の人の名前か書いてプラス比例の人の名前を書いたら、うん、全部票に入るわけよ、はいはい、全てをかき集めれるから候補者多く出した方が比例で通りやすいっていうの。なるほど。だから比例はやっぱ美味しいのよね。そうで、あの選挙の一票があの、まあ、何も変わらんやん役に立たんやんって思う人も、まあ、中にあると思うけど、その人が受からなくてもその人をちょっと応援したいなっていうのをタダでできるっていう利点があります選挙に行くのは、はい、この人のこと考え好きやけど別に選挙行くのはめんどくさいなって思っててもその一票は250円になります。なんでかわかりますか。なんでか、なぜ1票が250円なのか。なんでな、それもそれ最近知ったわ。知ったんや。いやポスターに書いてあったの。NHK のな、まあ、ポスターに書いてあったの。なんでかっていうとこの政党助成金っていうシステムがあって、でこの政党助成金っていうのは1995年に導入されたシステムらしいです。で年間総額は全国1人当たり250円で計算され、2021年は約317億円、財源はもちろん国民から集めた税金って書いてありますね。で、まあ、使い道は自由やけど使途報告書みたいなのをまあ出さなきゃいけなくって、でちなみに共産党さんはこの政党助成金システムを反対してるらしくって、受け取ってないからこの317億円から各政党にあの投票得票数とかに応じて割った金額があの結局分配されるんやけど、で、まあ、最低250円は支払われてるってことやな。なので、まあ、その人を応援したいなっていう意味でもあの選挙に出る意味はあります。 あるね、はい、なんか気になってる政党ありますか。そうですね、でもなんか今年の参議院選挙、うん、なんだろう、なんかお祭りみたいな乙武さんとかも出てるから。そうやな、なんか新しい政党もたくさんで出て、うん、ごぼうの党あったー、ガーシー党、まあ、NHK 党やけど、うん、ガーシー党もそうやし、新党国盛さん、日本第一党、あ、なんかなんかあとなんかあったらしいけどちょっとパッと、あ、参政党や、参政党、あ、あったあった、ちょっと反ワクチンとかね、あの反マスクみたいな政党、確かごぼうの党もそういう系やったらしい。で結構そこら辺とキャラが若干被ってるのが NHK 党やけど、 NHK 党特別反ワクチン反マスクとかではないとは思うけどな、いろんなキャラが出て、だってごぼうの党とかだってあのヤマピーさんとかあの山田孝之さんとかが応援してるとか、なんでインスタで書いてるらしい。 ですごいお金持ちの人が出てるやん、奥野さんとかいうあの YouTuber のヒカルさんに3200万ホストになった時にほらシャンパン開けた人が党首やってるんやって、だからなんでそんな人が政界出てるんやろなとか思って、なんでなんなんごぼうの党って。でしかもさ、その仲いい人だってガーシーさんと仲いい人、仲いいっていうかこうつるんでたみたいに言われてた人やん、だからなんかあれなんかなみたいな、票割る、票割りたいから、うん、からかなとか、分からんで、なんで同じようなキャラやん、だって、あ、まあ、どっちも芸能人系の、だからなんでかなとか思って、急になんか出てきた、そうそうそう、急に、だから昨日か一昨日知った、それ YouTube に撮って、でも賛成党 %ぐらいあったから、だから前回の N 国みたいな感じですごい今勢いがあるから、はい、もしかしたら議席取るかもって言われてる。そう、だからお祭り、まあさらに日本がカオスなのかカオスな感じで、まあでも選挙に興味を持つ人が増えたっていう意味ではいいんじゃないですか。いいですね、生稲さんとかも会ってみたいなと思ったし、まだ見たことないけどガーシーさんも会ってみたい、会ってみたい、やっぱ気になるやん、あ、まあ、日本にはこんなんじゃない、そうやな、まあ、いろんなとこからねいろんな人が出てますけど、そうですね、はい、皆さん頑張ってください、はい、投票日は投票日7月10日なので、まあ、2枚目 の, あ の, その比例に書くやつはやっぱり個人名書いた方がいいんじゃない、だって個人名書いてもその政党に入るし、うん、だからアキビ的には個人名書く方がおすすめかな。ちみつこさんとか、あと比例誰出てるっけ、あの舞鶴の井上和則さん、さん舞鶴出身の、はいはい、あと誰かがいたかな、
あと NHK との山本太郎さんもそうやろ、はい、同姓同名の、ああいた、あはいはいはい、いた比例の自民党とかってパッと出てこーへんねんな、誰がいたか、比例の自民党、公明党の竹谷俊子さん、東京か、比例の自民党って誰がいたっけな、比例の自民党パッと出てこんわ、分からんもんな、分からん、蓮舫さん出てた、蓮舫さん出てた、もう一度東京かな、東京選挙区か、もういっぱいいすぎてさ、うん、覚えれんな、覚え、うん、でも意外と見てるよ俺は、あのポスター貼ってるの、荒川区まだまばらやから、あと靴沢亮次さん出てた、元 NHK 党の、すごいなと思って、だって参議院出るのにめちゃめちゃお金かかるからな、供託金が最初にすごいお金かかるから、あ今井絵理子さん出てるやん、出てる今井絵理子さん比例、あ三原純子さん出てる、あの神奈川やけど東京じゃないけどね、比例じゃない、あの人、今井絵理子さんはなんかポスター貼ってるの違うの、片山さつきさん、この人も比例なんかな、地味花子さん、あ比例代表って書いてるからそうやな、やっぱでも知らない人多いかも、自民党比例代表で知ってるのは、今井絵理子さんと片山さつきさんと地味花子さんやな、女しか分からん、山田博さんも知ってる、なんか一回勉強会で一緒になったことある気がする、なんか保守系の人で、地味花子さんも事務所にお邪魔したことある、医療系の、うん、小児科医の先生でHPV のことも結構推進してくれてた人やから、それで知って、でも意外と他の人はほんまに分からへんわ、うん、会議員っていっぱいあるから分からんやな、うん、ちょっとな分かりづらい、うん、なんか一覧欲しいな、一覧ここにあるで、まあネットで調べる、うん、ネットで調べたらあるけど、でも一人一人のことをこんな、だって衆議院と参議院合わせたら460何歩と240何歩やから、うん、大体700人か、700人持ったら覚えれんやろ、だって乃木坂だったっけ、誰一人知らんのに今のはい、ということで皆さん7月10日選挙投票日です。まだ期日前投票もできるので、土日選挙にわざわざ行くん嫌やなっていう人は、帰りに地元の区の施設とか市の施設とかで期日前投票やってると思うので、ぜひ皆さん選挙行ってみてください。1枚目は選挙区の人の名前を書いて、2枚目は比例代表の方の名前を書きます。投票所に行ってもその人の名前がバーって書いてるだけなんで、ちゃんと興味持って選挙行きたいなっていう人は、事前に比例誰が出てるんやろうってネットで検索したら出てくるんで、ぜひ見てみてください。はい、みんなも好きな人を応援しましょう。バイバーイ。